8月25日、松山市朝日町の愛媛調理製菓専門学校で、県内産品を使った親子スイーツ教室が開かれました。これは県内のフルーツや野菜、乳製品などのブランド化を目指している愛媛スイーツプロジェクトが開いた教室で、小学生と保護者24組50人が参加しました。教室では卵やヨーグルト、温州みかん、ぶどうといった県産品を使ったフルーツ大福作りに挑戦しました。まず子どもたちの代表4人が講師と一緒に土台となるスポンジ作りを行った後、参加者全員が講師や学生のアドバイスを受けながらスポンジの型抜きやフルーツの盛り付けなどを行いました。スイーツ作り初挑戦の子どももいましたが、真剣な目つきで包丁やヘラを使っていました。なんか盛り付けるやつが面白かったです。意外と簡単だったけど美味しかったです。フルーツを盛り付けしたのが楽しかったです。親子で楽しく作ったフルーツ大福、その美味しさは格別だったのではないでしょうか。